はい、ノーカット。はい、避難をこれから見に行きます。いやね、普段通り喋ってればいいんだけどね。うん、とりあえずね、今日は寒いから中に入れてます。どうしても説明してしまいます。まあ、カメラ向けられるとそういうもんよ。います。うん、います。開けます。マジで、マジでピンマイクだけで食べられないよ。うん、ごめんよ。ビビっちゃった。いってらっしゃい。そう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 。いや、この中はあったかいね。うん、寒い夜もこの中から。はい。ドーンって。みんな元気そう。そうね、元気そうです。なんか翼を垂れ下げてる子もいなくなったね。あ、本当にみんなシックしてる。その残りをチェックします。まあまあまあ、あれです。うん、まだ残ってます。とりあえずこの中は足さなくていい。うんうん、朝の水やりをね。凍ってないよね。凍ってない。いいね。凍って大変だったんだけどね。うん、あの、寒波の日はここの湖水が凍って、昼前まで全然出なかった。お湯が出てます。でも今年はあれだよ。ん？一応凍んなかったよ。あ、この前は凍ったんですね。そう、去年はやばかった。朝凍ると本当何もできない。うん、お湯が出ないとかきついよ。きつい。そう、お湯が出ない、何もできないね。うん、朝のコンポタを冷水で飲むとかね。かわいそう。絶対嫌だよ。てか冷水すら出ないんじゃない。確かに。水道が凍っているなら。あ、でも最悪、あの、前日に使ったで、あの、ティファールに。ああ、残っている。残ってるやつで。いやー、不便ですね。どっかの温泉にか。うん。37度のだいぶぬるい湯だけど、外が寒いのであったかい。温泉のもとを混ぜてるわけじゃないのに。湯気だよね。湯気が上に出てこないで水の中に入ってる。ああ、そうなのかな。そうか。え、汚れじゃないでしょ。いや、汚れじゃないと思う。綺麗なお湯です。さあ、寒くなる。申し訳ないね。
温かい水だよ、飲みな。一匹は見つけるとね。え、いい？ありがとう。そう、一匹は見つけるとみんなね、見つけますから。ねえ。ねえ、大丈夫？大丈夫？一匹パニックになってみんなパニックになっちゃうからね、ちょっとね、落ち着いてほしい。大丈夫？まあ、ちょっと興奮に。興奮しながらこっち来ないで。うん、首がな、今日も長くてかっこいい。ねえ、カメラに興味津々ですけど。落ち着いて、落ち着きなよ。何もそんな驚くようなこと。大丈夫大丈夫、落ち着きな。うん、彼は臆病だったみたいですね。うん、とびきり臆病でしたね。もね、まだ部屋の中駆けずり回ってますけど。飛び切り臆病。そうですね。カンカンカンっていう工事の音に反応してる。あるかも。連続の音が嫌いだから。うん。うん。殻の餌箱ね。まだまだやってるよ、まだ。まだ中でやってるよ。してる場合なんですけど、寝てた方がいいんじゃないですか。でもお腹っていいんじゃない。それで餌までやってる。でも10分ぐらいにしてもいいかもしれない。今日はピンマイクも使って音声もきっとクリアだろうし。多分お聞き苦しい音声ではないとは思う。なんでその声を拾われてしまうという。そう、どんな独り言もね。みんなに怖がらない。あ、お水の場所変えたの。あ、穴掘れないようにしたんだ。うんうん。おしまい。違うんだな、ビビりすぎなんだよな。中にはちゃんと周りに
影響されず走らない子もいるし、はい、ね、神経過敏だと疲れるよね。いいことないですよね。ご飯だよ。ご飯あげてもなおビビるけど、はい、ご飯では食べな。撮影されてると食べない。確かお前らね、よし、はい、ビビで倒してるね。はい、今日はこんな感じです。